宮内庁インスタグラムに、佳子様が初めて登場された。今年4月1日に開設された宮内庁インスタグラム。天皇皇后両陛下と愛子様が皇居、御所のソファに座り、笑顔を見せられる写真が初投稿となった。フォロワー数は開設された初日から35万人を超える人気ぶりで、現在は178万人ものフォロワー数となっている。 宮内庁のインスタグラムのプロフィール欄には、天皇皇后両陛下のご活動等を発信していきますと記載されている。そのため、これまで佳子さまを含む秋篠宮家は取り上げられることがなかった。SNS では、なぜ佳子さまを皇室のインスタに上げないのでしょう。佳子さまインスタ解説してくれないかなって数年前からずっと思ってると、佳子さまのインスタデビューを待ち望む声が多く上がっていた。そんな中、 宮内庁インスタグラムに突然、佳子さまのお姿が投稿された。7月17日、第10回太平洋島サミットに出席した各国首脳夫妻らをもてなすため、天皇皇后両陛下が皇居、宮殿に招き、茶会を催された。その茶会に同席された秋篠宮さまと佳子さまが、各国の首脳と和やかに歓談されている様子が、写真と動画で投稿されたのだ。佳子さまは、 華やかな薄い黄色の振り袖に身を包み茶会にご出席。動画では、秋篠宮さまの横で、笑顔で各国の首脳とお話になる様子や、自ら手を差し伸べ、握手をされる様子などが見られた。SNS では、早速この投稿に反応する人が続出、宮内庁のインスタ、一番新しい投稿に佳子さまが。美しい、佇まいが美しい宮さまと佳子さま。 がさつさが見当たらない、過去内親王殿下のお振り袖姿は、当然ながら慣れた様子で美しいです、などとインスタデビューを歓迎する声が多く見られた。「週刊ポスト」が6月、宮内庁に対して佳子さまをインスタに取り上げないのか尋ねたところ、今年4月からインスタグラムによる情報発信を開始したところですが、その内容については、まずは天皇皇后両陛下のご活動を中心に発信を行うこととしたところです。 今後については、情報発信等の状況を分析するなどし、改めて検討していく予定です、総務課報道室、との回答だった。多くのファンは佳子さまが一人で映る、ワンショット、を期待しているが、今回秋篠宮様の隣でやや遠くから撮影された写真でのインスタデビューとなったのは、慎重な検討の末だったのだろう。ファンが待ち望んでいる佳子さまのアップ写真は投稿されることはあるだろうか。